オルリーは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドマルヌ県のコミューン。コミューン内には、オルリー空港がある。県内のオルリーの一パリの南約9キロメートル、ウルポワ地方に属する。オルリーの領域は、セーヌ川左岸に垂直に広がり、東の氾濫源に伸び、西のロンボワイヨ高原の丘陵も含まれる。9世紀から10世紀のオルリーの名は、オーリオカムであった。これは、 ローマ人の人名アウレリウスに由来する。その後、オーリカム、オーレオとなり、11世紀にはオルリとなった。オルリの旧市街の位置は、近代に入って開拓されるまで、セーヌ川沿いおよそ2000ヘクタールの湿地に近かった。そのために2つのケルト語の語源が挙げられている。10世紀後半、オルリーの地には、教会があった。11世紀、オルリを領有していたのは、 ノートルダム・ド・パリの教会参事会であった。12世紀には製粉書の存在が記された。1250年頃、ノートルダム・ド・パリの教会参事会員がオルリーから直接税を取り立てることに決まった。住民の多数を占める濃度は納税を拒否した。彼らのうち16人が拘束され支払いを約束させられた。農民たちは摂政王妃、ブランシュ・ドカスティーユに訴え出た。 百年戦争中の1360年、オルリーはイングランド軍に荒らされ、大勢の成人男性が殺害された。1791年、革命後の新政府充立を、オルリー住民は熱狂的に歓迎した。19世紀半ば、郵便電信局を備えた現代的な市街が作られた。 1910年から1938年にかけて数百個の住宅が建ち、1940年には人口4000人を数えた。オルリーの高原にできた飛行場は先駆けとなり、1945年に世界的な空港となった。1935年以降、コミューンの政治は社会主義者と共産主義者が優勢で、現在も 連合左翼の影響が強い。第二次世界大戦中、多くの地元政治家や地元議員たちがレジスタンス活動に参加し、追放されたり、弾圧の犠牲となった。戦後、小麦、薬用植物、ブドウが栽培されていた畑が建設用地となり、小さな村は現代的な都市へ生まれ変わった。ありがとうございます。